皆さんどうもお疲れ様です。なるみです。はい、今日ですね、何かと言いますと、皆さんお正月のご挨拶の動画見ていただけましたでしょうか。私の今年の抱負いくつかあったと思うんですけど、まあそれの中の一つに体を鍛えると、肺活量を鍛えて歌のスキルを上げていきたいっていうのが今年の目標なんですけど、はい、それのためにですね、実はあるものを買いました。皆さんにご紹介して、これで頑張るよっていうのをね、見せていきたいと思います。それはこちらですって言ったはいいんですけど、まだ開けてないんですよね。 Amazon さんです。あ、逆だ。 Amazon さんから届いたまんまです。開けていきたいと思います。箱の割に中身がちっちゃい。わかります?このサイズ感。箱余りすぎだよ。というわけで、あ、いいところにバーコードがついてるわ。パワーブリーズっていう器具です。で、これ裏面に書いてあるんですけど、この機械自体が3段階に分かれてて、標準負荷、重負荷、超重負荷っていうですね、3段階ありまして、これ標準負荷、スタンダードタイプですね。で、1日数分間の簡単トレーニングで肺活量が鍛えられると、まあ、そういう器具になってます。開けてみましょうね。もうどんなもんかな。こう口にこうやってフーってするってことでしょ。初めて買ったんですよ、こういうの。うわ、私ね、うわ、すごい、思ったより緑してる。あ、すごい、専用の袋も入ってて持ち運び便利ですね。どこに持っていくんだろう。じゃあまず説明書を読みましょうね、ちゃんと。え、どういうこと。はじめにとかはいいよ。あ、こうなってるのね。どこを読めばいいんだろう。あ、使い方。これが本体。これ本体。ここで、ここのメモリで、メモリ見えますかね。あ、映った。ここのメモリで負荷を調節できるんだ。で、これをつける。これマウスピースの部分ですね。口の部分。これを、合ってる。大丈夫これ。壊れたりしないよね。怖っ。カチッとか言わないんだ。え、言う？言いますか？無理やりはめてる感半端ないんですけど。怖い。あ、グーって押し込むんだね。入りました。今ゼロに設定してください。いや、どこでしょ、さっきさ、え、こういうこと。いや、なんかカシャカシャなるけど、え、怖い。あ、もう本当に拭くだけなんだ。負荷調節ノブ。だからさ、調節できるのは分かったんですけど、思いっきり外れる。なんて色気のない驚き方なんだ。ああ、そういうことですね。バネだとは思わなかったわ、マジで。ああ、びっくりした。じゃあね、吸って吐いてだけなので、早速使ってみましょう。上体をまっすぐにして座るか、立つかしてリラックスします。はい、パワーブリーズプラスのハンドルを持ち、唇でマウスピースの外周部を覆い、読めない密閉するようにして、マウスピースを口の中に入れます。
マウスピースから出っ張っている部分を上下の歯で噛みます。はい、うん、ああ、これ最後だなって息をするよ。カエルみたい。で、これを負荷を強くしていくときは、今ゼロだったんで、メモリをここのノズルでメモリを足していくわけか。全然苦しくないんだけど、これちゃんとトレーニングになるのかな。今1でやりました。2でやってみます。すごい息苦しいあ、でも全然普通だな。全然余裕なんだけど。5とかいっちゃう。10までメモリあるんですけど、今5にセットしてみました。真ん中この白い筒が上下するんですけど、こんな感じで、でこれをメモリ5に合わせます。やってみましょう。見た目しょぼいなぁ段違いでつらいめっちゃ苦しい。これせっかくなので10も1回経験しとこうと思います。10ですね。あのさっきの白いやつがなくなって、今10に合わせた状態。ちゃんと息できるかなあ、でさっき言い忘れてたんですけど、この鼻線って言えばいいですか。こうじゃないですよ。あの鼻をこうやって、んどっちだっけ、こうか、こうなんだろう、鼻で息しないようにこうシンクロみたい痛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 いよ。これどっち、こっち、こう、あ、こういうこと、あれちょっと待って、ちょっと向きが分かんない。向きが鼻でなんか口で呼吸するために役立つノーズクリップは付け方書いてねえよ。何そのなんか常識で分かれやみたいな。こういうことだからこういうことでしょう。ちょ、え合ってんのかな、あれ逆、こえこう、鼻赤くなってきた。あれフィット感がよく分かんない。鼻詰まってる人みたいになってきたこうかな、もう下から行こう、下から、あ、ほら下から行って、あ、これでいいじゃん。要は鼻で、鼻ほじってみたいだな。鼻で息ができなきゃいいわけで、めっちゃ赤くなってきたはい、鼻閉じてます。
若干息漏れしてるけど、息漏れてるけど痛い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 、こう鼻がさ団子プナだからさちょっとよだれ出てきた。え、止まらないんだけど、これ鼻でかいってこと？まさかこうかな。あ、止まった。あ、痛い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 。よし、じゃあ10レベル、10レベルマックスいきたいと思います。せーの、酸素がない入ってこない、酸素がやばっレベルに合った感じでいかないと半泣きします。というわけで私は3がベストでした。はい、というわけで、あの音も全然しないので見た目超しょぼいんですけど、私最初迷ったんですよね、この標準負荷と純負荷どっち買おうかなって迷ってたんですけど、まあ標準負荷で正解でしたね。徐々にあのできるようになって、まあこれでバリバリできるようになったらまた次のグレードにアップしてっていう形を取って鍛えていくみたいです。肺活量をね、私もこれでいろんな曲歌えるように肺を鍛えていきたいと思います。頑張る。たまにやりながらツイキャスするわ、シコーっつってじゃあこれ買ったよっていうね、ただの報告動画でしたじゃあ今日はこの辺でバイバイ。